はい、こんにちは、稲葉です。家にノートパソコンですね、まだ動くけどもう使ってないようなパソコンありませんか？もったいないですね。で、ちょっと発音難しいんですけど、デュアルディスプレイでありますね、2つで、あれと同じようにノートパソコンを使う方法をお伝えします。こんな感じです。はい、で、もう短い動画になりますので、その中で私はお話ししません。動画だけご覧ください。はい。はい、以上です。で、これですね、2つのパソコンがミラーキャットですね、それに対応してる場合はもう Wi-Fi でできます。で、そうでないパソコンの場合はケーブルでやってください。このように。はい、ではこれで終わります。お疲れ様でした。ではまた。